シングルマザーズは、長井愛の作による儀曲。長井主催のニット社第36回公演として長井、自身の演出により2011年2月20日に初演、同年3月7日発売の、悲劇喜劇2011年4月号に掲載された。2002年に政府が決定した、児童扶養手当削減方針の撤回を求めて、活動した。 シングルマザーたちの実話をもとにした作品。並びに、それを原案としたテレビドラマ。執筆の契機となったのは、ニット社の制作担当で、シングルマザーの女性による母子加算の復活を求める当初が、新聞に掲載されたり、児童扶養手当削減方針の撤回を訴える姿がテレビのニュースで放映されたことだった。二千二年、秋。自家は、 派遣社員として働き、12歳の息子を一人で育てながらシングルマザーの支援団体、一人はマネットの事務局長としても活動している。代表を務める明里子と自家の目標は国会を動かし、児童扶養手当の削減を撤回させることだった。小さなアパートの一室を借りた事務局には離婚により裕福な家庭から一転して三人の 子供を抱えた貧困生活となった初音や、資格の勉強に取り組むギャルママの水枝も出入りしている。そんなある日、事務局に小田と名乗る男が不意に現れる。小田は、自分は、突然いなくなった妻子を探していると語るが、自家は、彼が DV の加害者であることを感じ取る。NHK 総合テレビジョン、ドラマ12て2012年10月23日から12月11日まで。 放送された。全8回。内容は、社会派、ホームコメディーで、主演は、舞台版と、同様、沢口安子が務める。キャッチコピーは、泣いてる暇なんて、ない。DV を振るう夫から逃れるため、ジカは、息子と共に家を飛び出した。住む場所が見つからずに、途方に暮れていく中で、ジカは、先輩シングルマザーたちに支えられ、シングルマザーたちの集まり、 一人ママネットの一員となる。しかし、社会では、シングルマザーに対し冷たくあしらわれ、さらに児童扶養手当削減という試練が、待ち構えていた。そんな中時期達は国会に抗議に出るという行動に、出る。主要人物ゲスト、シングルマザーズ講演チラシ、フレンテボリューム45、週刊ザテレビジョン2013ナ、no. ンバー7、角川マガジンズ、33ページ。 2013年3月14日、閲覧。ありがとうございます。